関するプランを作っていただければと思います。高性能のシャワーヘッド、美容器具、まあ、それも一緒にお付けさせていただければ。ここまではさすがに聞いたことないと。皆さんこんにちは、じゃらん編集部の三田村です。じゃらん編集部の今西です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、旅行好きな方にホテル滞在中のお悩みと要望についてのアンケートを行いました。その中から今回は客室に対するお悩みと要望ランキング、それぞれトップ20をご紹介いたしますよ。そしてただ紹介するだけはつまりませんので、ホテルさんに実際にプランを作っていただこうと思っております。それではまず、客室のお悩みランキングトップ20からご紹介いたします。じゃんと、まず1位、部屋が乾燥するですとか、まあ、2位、3位はコンセント関係ですね。で4位目が枕、はい、で6位が空調の効きが悪いっていったことで、まあ、あの部屋が乾燥するですとか空調の効きが悪いっていうことに関しては、やはりこう快適にリラックスするためのホテルステイの中で、こう自宅のような環境がいいですとか、なるほど、そういった要望はやっぱりあるんですかね。そうですね、やっぱ部屋が乾燥するのはめちゃくちゃ分かりますね。で、まあ、コンセントに関してはやはりもうスマートフォンの充電もしたいし、スマートフォンの充電器の充電もしたいとか、なるほど、であればそりゃ足りないことも多いよねというところかなと。やっぱりこうお悩みに関してはこう何かがないとか、こう自分が求めているものじゃないとか、そういったような内容がどうしても多くなりますよね。今根さん、一番分かる分かるっていうのありますか？私アメニティが揃ってない分かりますね。揃ってないっていうのは、メイク落としから、メイク落としからの洗顔がないとか、メイク落としから乳液美容液まであったらいいよね、はい、最高ですね。まあ、こんな感じでございまして、ぜひホテルさんにこのお悩みを、そうですね、はい、解決していただいてプランを作ってこようと思っております。はい、では続いては、はい、客室の要望ランキングトップ20を発表いたします。はい、こちらとなっております。はい、2位の空気清浄機を置いてほしいですとか、あとは8位、加湿器の貸し出しをしてほしいということに関しては、まあ、お悩みの中であった部屋が乾燥する、はいはい、まあ、そういったことにつながるのかなと思っております。5位の枕の高さ、硬さを選びたいというところも、まあ、ご自宅と同じような環境で睡眠をとりたいという要望もあるのかなと。枕にね、結構注目集まってますね。そうですよね、ホテルでこう睡眠取れないっていうのはかなりストレスになるかと思うので、まあ、こういった要望もあるかなというところでございます。で、これ見ていく中で私がすごく気になったのが、はい、まあ、1位の高品質のドライヤーを使いたいですとか、はい、あとは4位の高品質のシャンプーを使いたい、で14位、先ほど今西さんもおっしゃってましたけども、はい、クレンジングから美容液までアメニティとして置いてほしい、はい、これらのですね、結構美容に関する要望が多いなと。まあ、旅行に行ってホテルステイの中でやっぱり肌がカサカサになるとか、こういつもとは違うっていうようなことを避けたい、プラスアルファ、あ、まあ高品質のドライヤーとか、まあシャンプーとか、こういつも使わないようなものを試してみたいっていうような要望も言えるのかな。はい、自宅ではなかなかこうなかったりしますので、ホテルにあるとめちゃくちゃ嬉しいですね。このようなですね、まあ、美容に関する、要望をぜひ今回はプランとして叶えられたらなと思っております。楽しみ。今回旅行好きの皆さんのご要望を叶えるプラン作りにご協力いただけるのは、東京イーストサイドホテル海江の中島さんとゆうきさんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今回ですね、じゃらんでアンケートを行いまして、ホテルの客室に対するこうお悩みと要望をランキングにしてまいりました。まずですね、お悩みランキングがこちら、部屋が乾燥するですとか、空調の効きが悪いなどといった、まあ、温度湿度に関する意見が見られるんですけれども、このようなお声は、ホテル海江さんでも聞かれることは多いですか？そうですね、確かにそのようなお声は結構いただくことが、まあ、多いので、居心地よく過ごしていただくのがホテルとしては大前提だと思っておりますので、そこはちょっと悩みの一つでもありますね。こちら加湿器の貸し出しがホテル海江さんではあるんですよね？はい、加湿器は基本的に全室もすべてセットさせていただいております。ホテル海江さんの空調はバッチリということですね。そしてですね、加湿器などの貸し出しサービスがあるホテルは、まあ、増えてきてるかなと思うので、まあ、気になった方はぜひ一度フロントに確認いただくのがいいかもしれないですね。またコンセントの位置が遠い悪いみたいな、こちらもやはりニーズあるかなっていうのを感じられますか？
そうですね、最近家族連れのお客様が増えてきてまして、うん、まあ、今お子様でもスマートフォンを持ってらっしゃる方が非常に多いので、はい、その部分ではお悩みは確かに耳に入ってきますね。そうですよね。こういった場合には海江さんではどんなことをやられているのかなというのをお聞かせください。はい、私どもとしましては貸し出しの延長コードがございますので、ありがたい、お客様からご連絡をいただいてお貸し出しするというような対応を取っております。このお悩みランキングに出てくる項目の中には、まあ、先ほども申し上げたんですけれども、ホテルのサービスで解決できることも多いかなと思ったので、まあ、ぜひ困ったなとかこうしたいななんて要望があれば一度客室の案内を見ていただいたりですとか、あとはフロントに問い合わせていただくのはお客様皆様いいのではないかなと思いました。できることと、まあ、できないことはあるかと思うんですけれども、うんうん、やはりお客様にホテルライフを楽しんでいただくのが私たちの気持ちといいますか、うん、が一番でございますので、まあ、今後のサービスでしたりとかプランの展開を考えていきたいと思ってます。さらにパワーアップするホテル海江さんにも注目です。そして要望ランキングですが、空気清浄機を置いてほしい、あと加湿器の貸し出しをしてほしいといったお悩みランキングと同じような内容の声があると同時に、ジェランが注目したのは美容についての要望が多いなというところです。これに関して私たちも意外に思ったんですが、いかがでしょうか。こちらについてもちょっと驚きましたね。まあ、確かに美容に関するものでしたりするとお荷物がかさばってしまう可能性が非常に多く、ありますので、あとはですね、まあ、ホテルに宿泊すると髪がちょっとパサパサになってしまうとかシャンプーとかそうですね、結構お悩みを聞いたりとか、うん、するのもありますので、まあ、そういう声はよくわかりますね。そうですよね。ということでですね、今回ホテル海江さんにはぜひこの美容に関するプランを作っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願い、ぜひ協力させていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ではですね、この要望の具体的な内容としては1位にあります高品質のドライヤーを使いたいですとか、あとは高品質のシャンプーを使いたい、あとはクレンジングから美容液までアメニティとして置いてほしい、あとは使いたくなる入浴剤を置いてほしいといった要望でしたが、こちらは叶えていただけますでしょうか。まず高品質のシャンプーなんですけれども、はい、私どもフロントの前にアメニティポートというのがございまして、はい、そちらにご用意させていただいております。もうすでにあるというところ でまたですね、そのアメニティポートからこう自分の好きなものを選べる楽しさというのがまたあっていいなと感じました。ありがとうございます。また高品質な、まあ、ドライヤーについても現在一部のプランで、使用させていただいているんですけれども、こちらもジャランさんのオリジナルプランにつけられたらいいなと考えております。ありがとうございます。あとは入浴剤なんですけれども、はい、まあ、どのようなものがよろしいですかね。いろいろあるので悩ましいんですけれども、まあ、のんびりするっていうだけではなくちょっと楽しめるものが良いかなと思っておりまして、例えばよく SNS でも見かけるフラワーバスのような、をイメージしたお花のバスペダルみたいなものがあると嬉しいなと思うんですけれども、うん、映えますね。映えますね。映えますでしょうか。確かにそうですね、ものすごくいいと思う。ありがとうございます。思います。まあ、できたらこれも特典につけられたらなと、はい、こういう、まあ、バスペダルですかね、はい、あまりやったことはなかったの で、 そうですか、まあ、今回このプランで作らせていただくのにぜひ追加させていただければなと。ありがとうございます。あとちょっと今思いついたんですけれども、はいはい、私ども高性能のシャワーヘッドでしたりとか、あと美容器具をご用意させていただいているので、まあ、それも一緒にもつけさせていただければと感じですか。もう素晴らしすぎますと。すべてお部屋にあるってことですね。さようです。すごい、なんか聞いたことないですね。聞いたことないです。ここまではさすがに聞いたことないということで、はい、たくさんの方に、はい、喜んでいただけると思います。今回は、まあ、要望お悩みを解決いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆様の楽しいご旅行に少しでも力を添えられたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございました。東京イーストサイドホテル海江さん全面協力のもと素敵なプランが出来上がりましたが、いかがでしたでしょうか。素敵でしたね。嬉しいですね。これはもり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 で本当に全部つけていただいて、うん、
今回完成しましたプランについてもう一度ご説明させていただきます、はい、高品質のドライヤー、加湿器、美顔器、美容家電、フラワーバスに高性能のシャワーヘッドがついた美容プランでございます。すごい、これでもかっていうぐらいついてます ね、 ね、そうですね、ここに泊まれば髪の毛もお肌もツヤツヤで、ツヤツヤで変えることが、カピカピ変えれると。詳細はですね、概要欄に記載しておりますので、ぜひ皆様ご利用いただければと思います、はい、それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。